あの、この、この通り自慢の食事紹介。まず何行こう。たこ焼き湯葉がたこ焼きしてるんで、たこ焼き取材しようかと思います。マリアン。あら、マリアン。今日は阪神タイガースじゃないね。え、どうやってるんですか。おお、まさし。あ、まさし。あら、湯葉に泊まるお金として働けと、働く代わりに無料で泊まれるっていう、そういう仕組みになってですね。ありがとうございます。あの、ボードに乗っかり2回目の出演。こちらであの湯葉のところですが、あの、アリアンス率いる監督ヒョウさんが、あの、この表情でね、本気で料理してます。これ焼きそばですかね。焼きそばだな。プロフェッショナルですね、今日は。ヒョウさん、こんばんは。 それでは焼きおにぎり変えてこようと思います。すいません、焼きおにぎりお願いします。一つね。はい。来ました、焼きおにぎりです。はい。はい、じゃあこれいただきます。ありがとうございます。ついにたこ焼き行きました。実食します。まずあのもうマヨネーズをたっぷりかけました。 久しぶりにこのマヨネーズの量いきます。ちょっと熱い予感がしたんで一口で危ないです。<笑>でも行きますか。行きましょう。でもうまい、やっぱしっかり本物のタコがいます。すごい。はい。 たこ焼き、ムイトボーン。ありがとうございます。実はたこ焼き人気やりすぎて30分待ちぐらいです。もう湯にまあ湯にまで言ったらあのスヌーピーのジェットコースターぐらい待たないといけないです。わかりやすいね。1時間弱ぐらい。わかりやすいです。そんくらいたこ焼き人気です。屋内のやつね。屋内のやつ。お、で、タコ、タコです。あ、マネつけちゃった。これ美味しそうでしょう。これがブラジル食べるたこ焼きです。あ、このフレール感じ、食レポっぽいですね。フレールすぎです。フレールすぎです。ちなみにこのタコ切ったのはこちら、ゴールさんです。ポイントは切ったポイントは。 ポイントは、はい、あんまり大きく切ると、はい、でかすぎると怒られ、はい、小さく切りすぎると小さいすぎると、はい、しかも湯葉の方から指導があるんですね。指導が入ったんで、じゃあもうそれタコ単品でいただこう。ちょうどいい、いただきます。<笑>これうまいです。これ本当に味がよく染みてます。このタコ、これ知恵テーマで取れるんですか、このタコは。<笑>どっか取れるんでしょうね。 はい、ということで本当たこ焼きも全然劣らない味です。これはありがとうございます。はい。